はい、昼ビール放送局 M キャストのマコネーです。今は5月20日の深夜2時です。まあ、今日ね、新月の日なんですが、まあ、新月になるのは12時6分ぐらいだったかなからなので、まあ、新月のお願いのためになんか突然収録始めたわけじゃなくて、今日はなんとなくもやっとしてる LGBTQ 法案じゃない、LGBT 法案について、なんか私なりにね感じてることをちょっとお話したいなと思っています。まだね、なんだろう、2週間ぐらいもう鼻風邪が治んないよね。なんか最近これ花粉症かっていう風に思わないでもなくなってきたんだけど、どうなの、あの喉が痛くて鼻風邪、喉痛いってわけじゃないけどな、声出しても全然大丈夫だし、もう鼻風邪だけっていうのは、さあ寝る、ね、寝るのか、私いつも、お昼過ぎの15時ぐらいじゃない ?15 時ぐらいまださ、窓開けっぱなしでもうちカーテン閉め切ってるとさ、暑いのよ。だから、ほんと薄着で、布団もかけずに寝ちゃうじゃん。で、起きた時も布団かけずに、なんか震えながら寝てるのよ。まあ、これが原因じゃないかななんて正直思ってるんですが、まだ風邪気味です。はい、ちょうどね、今、土手の真ん中ぐらいに来て、そう、こんなところ深夜で歩いてるとね、そう、自殺志願者ですかねなんて感じで誰か声かけられそうですが、まあ、スマホの画面光ってるしね。まあ、声出しながら歩いてるので大丈夫でしょう。まあ、見渡す限り、今日は自殺しようって方がいらっしゃる感じですね。そう、この橋じゃないんだけど、もうちょっと、海に向かった、下川って言うんです。河川、式とか、まあ、下の方の川に行くと、1個、2個、ここから、これが1本目、2本目、3本目。3本目のところの橋は、まあね、過去にいろんな自殺騒ぎがあった、飛び込みの、隠れた名所なんですけど、私はね、飛び込んでる人を、自分の目でしっかり見たことはないです。はい。飛び込んだって噂は聞いたことあるけどね。うん。そう。で、まあ私はね、そんなにね、ガチで霊感があるわけじゃないから、そう、なんか、ね、もう、ああ、またあの人、ほんと毎日飛び込んでるんだよね、みたいぐらいガッチリ見える人とは違うので、まあ、よくわかりません。さあ、今日はですね、LGBT について LGBT 法案についてお話したいと思うんですが、まあ、長く聞いてる方は、私がね、基本的にニュースとかメディアとか全然見ないで、ほんと、ちょっと世の中の感覚とずれてる、ちんぷんかんぷんなこと喋ってるってことが、まあ、知ってる方もたくさんいると思うんで、まあ、触りぐらいしか、ほんとは知らないよっていう前提でお話してます。はい。なので、何言ってんのと思っても突っ込まないように。はい。で、まあ、私個人的には LGBTQ 法案、そんなことするよりも他にやることいっぱいあるでしょって。他にやることやってよ。そっちが最優先じゃないんですかっていうのが、まあ正直なところですね。まあもちろん私は LGBTQ の Q、クイアなので、はい。まあ当事者って当事者ですね。そう。ただ、私にとって LGBTQ っていうカテゴリーは、ただ単に私を差別するためにある言葉だと思ってます。はい。そう。まあ、言い方変えれば、知らない人が私を認識するために作られてる言葉だと思ってます。はい。例えば、まあ、私は Q なので、そう。まあ、Q って、まあ、Q はそもそも LGBTQ の Q、が、なんだかよくわかんない人もいらっしゃると思うんで、ちょっとお話ししましょう。まあ、LGBT は、まあ、今回 LGBT 法案の件で、まあ、いろんなところで説明されてるので、まあ、知ってる人も多いんじゃないですかね。はい。まあ、L は、レズビアン。女の子同士のセックスの関係を指します。はい。そう。もともとはね、セックスの関係だよ。女の子と女の子のエッチ。する関係を、レズビアンって呼んでます。はい。まあ、多分ね、今の解釈だと、女の子と女の子の恋愛関係をレズビアンって言ってるかもしれないけど、そう。まあ、そんなね、子供の話じゃない、子供向けにお話してるわけじゃないので、まあ、ぶっちゃけ、恋愛もセックスも、まあ、恋愛とセックスっていう意味合いでレズビアンっていうことがあります。
で、LG、G はゲイですね。はい。私が、自分の、マイノリティに、気づいた頃というか、自分で認識した頃は、ゲイっていうのは同性愛っていう意味だったんですけど、今はゲイっていうと、男性と男性の関係を言います。それも、もちろんセックスと恋愛もテストっていう感じになってますね。はい。LGB、そう。B はバイセクシャルですね。バイセクシャルは、男性も女性も愛することもできるし、セックスもできるよ。っていう感じですね。はい。それはまあ男性の場合でも女性の場合でも、そう、あります。そう。ただね、まあちょっとね、何の論文だったか忘れちゃったんだけど、なんかね、私どっかで見たんだけど、女性の 20% は、女性同士でエッチな遊びをしたことがあるというふうなデータがあります。はい。まあね、そう、4分の1ですよね。そう、うん、5分の1か。うん。まあ、だから、まあ、どこまでが、セックスなのかって言われたら、ちょっとね、わかんないわけじゃないですか。そう、うん。例えば、まあ、男同士でも女同士でもね、いろんな、セックスの形があるんですけども、まあ、セックスの形もね、どこから先がセックスで、どこまでから、どっからどこまでが、まあ、ちょっとお触り程度の遊びかっていうやると、ちょっとね、なかなか、難しいところあるじゃないですか。まあ、なので、なんて言うんだろう。まあ、微妙なところですね。はい。まあ、どっちにしても、男性女性関係なしに、男性女性どっちでも関係を持てるって人をバイセクシャルと言います。で、トランスジェンダー、そう、T ですね。LGBTQ の T。T、トランスジェンダーが、まあ、ちょっとね、一般の人には分かりづらいかもしれませんね。そう。トランスジェンダーは、はい。自分の元々生まれてきた時の身体的な性とは別の性を求めて生きている人たちのことを言います。はい。うん。そう。つまり、まあ男性でも女性でも、生まれながら男性だけども、自分は女性として生きる。もしくは、女性として生きるために準備をしているとか。そう。まあそういう人たちをトランスジェンダーって言います。はい。まあそれは、女性が男性として生きるっていう、女性が男性として生きてるっていう人ももちろんそうですし、男性が女性として生きてるっていう人ももちろんそうです。どちらもトランスジェンダーと言います。はい。で、LGBTQ の Q は、クイアとかクイチチューニングっていうような言われ方をしますが、Q は、まあどちらもね、大体一緒の意味ですね。はい。日本では X ジェンダーなんていう呼ばれ方をすることが多いかもしれません。まあ、X ジェンダーと、クイア、クイチューニングはちょっとね、意味は違うんだけど、まあ日本はね、もう世界で最も複雑な言語都市なので、言語文化なので、そう。日本独特の言葉は世界中にたくさんあります。まあ、その中の一つが X ジェンダーっていう言葉だと思ってもらえばいいと思います。はい。まあ、世界的にはクイアとかクイチューニングと言われる Q なんですけども、これは自分の性を決めてないっていう、自分の性が確立してないっていう方を指します。はい。だから男でも女でもないっていうような人を、クイアって言うんですが、まあ一般の人にとってそのクイアっていう人たちが一番理解しづらいんじゃないですかね。そう。自分の性を決めてないっていうのが、まあ、お前でも、ごめんね。露骨ですけども、お前、チンチンついてるじゃん。ちょ、男じゃんっていうのが、まあ、普通の考え方です。そう。でも、クイチューニングの人たち、私もそうですけど、チンチンついてるのが関係ないよ。私は私で、私は、自分の性がよくわからない。男でもいいし、女でもいいし、男として生きたい時もあれば、女として生きたい時もあるから、まあ、性は決めてないっていうような感覚の人たちを、クイチューニングって言います。はい。ただ、クイチューニングは、まあ、G の、性のね、自認識。はい。まあ、性の自認識って、自分が、自分の性を、自分で男か女か、もしくはそのどちらでもないどこかっていうのを、自分で選んでる、自分がどの性かっていうのを自分で決めてるっていうことを、性の自認識って言うんですけども、性の自認識も、まあ、いろんなパターンがあるわけです。はい。なので、一概に、こうだからこうだっていうふうにも決められない。そして、セックスに関してもいろいろあります。
はい。まあ、セックスに関しても、男だから、男同士の関係じゃなければ、セックスは嫌だ。だから、もう、俺はゲイだっていう人もいるかもしれませんが、まあ、男同士の恋愛、私は男と男で、男同士でセックスするのは嫌いだけども、恋愛は男の人しかできませんっていう人ももちろんいます。はい。それもゲイはゲイなんです。はい。だから、LGBT って言っても、いろんな、分類の仕方があって、一概に LGBT 一つでは語りきれない部分があるんですが、そう、まあ、この LGBTQ 法案、LGBT 法案の場合は、まあ、そこまでの掘り下げではなくて、そう、まあ、私がね、見聞きした情報だと、まあ、世界的にもね、LGBT 法案的なものが今、ブームというか、今はブームじゃない、もうちょっと前ブームだったんですよ。LGBT にも人権をみたいな。そう。まあね。考えてごらんなさい。そう。肌の色が違う。そう。自分と生まれた環境は違ってだけで、差別するのが世界一般の常識ですよ。常識というか、まあそういう社会ですわ。そう。黒人、黄色人種、アジア人。そう。アフリカ人。そう、欧米人。まあ、いろんな差別の形はあります。男、女。そう。まあ、正直ね、日本ほど差別が、あまりない国っていうのは、まあ、やっぱりないんじゃないかなと思ってますね。はい。ただ、日本にも、そう、地域的な外国人に対する差別とかそういうことは、まあ、正直少ないと思いますよ。うん。そう。むしろ、ウェルカムと思ってる人の方が多いかもしれない。そう。ただ、日本でも差別はたくさんあって、そう、その性の差別、LGBTQ に関する差別ももちろんありますし、そう、LGBTQ 法案、LGBT 法案じゃなく、っていう名前がまあちょっとどうかなと思うんだけど、女性に対する差別だって当然あるわけですよ。そう。むしろ、そう、絶対、LGBTQ のさ、マイノリティの人たちも、男性として生きてる、女性として生きてる。その中でも、男性だからこそ差別されてる部分、女性だからこそ差別されてる部分っていうのは、性差別としてあるわけですよ。うん。まあ、例えば、私はね、お風呂の掃除のお仕事をしてるんですね。お風呂の掃除のお仕事をしてます。はい。まあね、それをしなきゃ生きていけないかっていうわけでもないんだけど、なんだろう。リアルに、働いて、リアルに、いくらを使って働いてお金もらう仕組みを持ってないと、なんか、生きてる気がしないんですよね。まあ、いいも悪いも。そう。まあ、そんなことで、まあ、お風呂の掃除の仕事してるんだけど、掃除業界も、は、どちらかと、性差別があります。はい。そう。一般的に、どことは言いませんよ、どことは言いませんよ。私が住んでるのがどこだっていうのは、今日は言わない。まあ、他のね、動画見ると、聞くと、まあ、お前、どこどこに住んでて、どこどこの話だろうみたいな感じになるかもしれませんけど、まあ、まあ、それはそれ置いといて、ですね、まあ、よくある話です。掃除業界。掃除業界もちろんね、いろんなところで募集出てますよ。決して単価が高い、業界じゃないし、お掃除ってとってもすごく日本の文化の中では重要な仕事のはずなんだけど、ものすごく単価が安く、買い叩かれてる。そう。そして、いろんな業者が参入してるっていう分野です。はい。だから、まあ、1時間あたりの単価っていうのは、多分ね、どの会社も、まあ、かなり底辺金額じゃないかなと思ってますね。うん。そう。まあ、実際にパートで働いてる方とかは、本当に、お話聞くとね、そんなに安いのって思うぐらい安い。はい。まあ、コンビニもそうですよね。まあ、コンビニのパートのお姉ちゃんたちも、いや、よく、ま、懇願金額、まあね、近くで便利だからさ、みたいな感じのところで、そう、いうふうに思ってるんですけど、まあ、そのお掃除業界。そう。ね、お掃除業界も、男性がするお仕事、女性がするお仕事っていうので、結構、真っ二つですね。はい。
うん。まあ、会社によってとか、そこの、によって全然違うと思うので、まあ、私が感じてるって範囲の話ですけども、例えば、私が働いてるとこは、一つの会社で、浴槽、お風呂と、お風呂と、あとは、更衣室、大きく分けてね、お風呂と更衣室の仕事があるんですね。で、まあ、更衣室とか、まあ、フロアとかね、お風呂じゃないところのお掃除は女性がやる。で、お風呂の掃除は男性がやる。っていうふうな、まあ、暗黙のルールがありますね。はい。暗黙のルールというか、まあ、そういうふうになってますね。で、まあ、なんでっていうふうに聞くと、まあ、要するに、それは誰が決めたかじゃなくて、そこで働いてる。まあ、昔ながらっていうような感じらしいんだけども、うん。まあ、お風呂の掃除の方が、実は大変です。はい。だって、まだね、冷えてる、まあ、尺っこはなってない、冷えてるお風呂が水、あるし、水回りなので、まあ、たくさん濡れる、ほんとびしょびしょになるほど濡れるし、真夏なんてほんともう汗だらだら。そう、働く環境としては、フロアとかよりもきついと思いますね。そう、そういうきついところは男にやらせておけばいいみたいな。そう、そういう風な、男はやるべきだみたいな感じの、感じで説明されてます。まあ、2箇所やってるんですけど、1箇所は、ね、そんな感じ。もう1箇所は男性女性関係なく、ただ働いてる時間が、深夜なので、まあ、深夜にね、深夜に、本当12時間の仕事に働きに来なきゃいけない、女性ってどうなのって。まあ、正直思います。はい。まあ、それもね、もちろん差別なんですよ。そう。女性だからって働きたいと思えば別に何時から働いてもいいわけだけど。うん。まあ、いくら安全といっても、夜中にね、女の子一人、女性一人で、まあ、帰るというのは、まあ、いくら安全な日本といっても、ちょっと、かわいそうだなっていうのが、まあ、正直なところです。まあ、私みたいにね、クリアだと、そう、まあ、もともと、そこら辺、もう、感覚がバグってるから、まあ、ほんと気にしないんですけどね。そう、うん、そう、たまにね、仕事行くときさ、別に私、普段、仕事行くときに、ショートパンツとか、まあ、スカート履いていくと、みんなびっくりしますよね。今日なんかあったのみたいな。いや、別に、さっきまで友達とカラオケ歌ってたから、そのまま来たみたいな。そう、今日バッチリメイクだね、なんか言われると。そう、まあ、私だってたまにメイクもするさ、みたいな感じなんですけど、うん、まあ、お風呂の掃除の仕事っていうのは、まあ、男性の仕事っていうふうに思われがち。逆に、私が働いてるとね、おばちゃんたちははっきり言いますよ。そう、フロアとか、こっちの仕事に男はいらないってはっきり言ってますね。はい。というのは、やっぱね、思いますよ。私も、他の男性の方とお仕事してて思うんですけど、男性と女性とで、目につく範囲で、お掃除の技術というかね、テクニックというか、なんていうのね、そう、細やかさがやっぱ全然違うんですわ。そう。男性細やかじゃないってことじゃないの。そう、男性も細やかなんだけど、そこ違うでしょ。あんた誰のためになんでここを掃除してるのっていうところの感覚は男性にはないの。男性の目線は、そこを綺麗にするっていうことが目的で、そう、誰かのためにっていうのがあんまりない気がする。お掃除してるとね。うん。私は逆に、誰のためにお掃除してるかっていうことが大前提で、ここをやってもやらなくても、誰も見ないでしょみたいな。見ないんだったら別に、毎日やらなくてもいいじゃんみたいな。まあ、方もたくさんいらっしゃいます。もちろんね、いろんな方がいらっしゃるので、まあ、ちょっと極端な例ですけども。うん。まあ、そういう意味でね、男性と女性で全然、まあ、お掃除業界の場合は、受け持ちのバランスが違ったりしますね。だから、こんなことも起こるってるんですよ。そう。まあ、私の住んでるところのお話ではあるんですが、どことは言えません。まあ、大きいところなんですけども、
もちろんね、募集には男女関係なく、男女年齢関係なくっていう風に募集には出してるんですけど、そう、男性が面接に行く、男性が応募すると、面接は受けるんですよ。面接は受けるんですけども、なんだかんだ理由つけて断られます。はい。うん。そう。なぜかというと、本当は女性しか応募し、女性しか取りたくないから。うん。まあね、まあ、おトイレの掃除があるとか、そういう仕事は特にそうですね。そう。なんででしょうかね。女性は男性のトイレ入ってお掃除しても何も言われないんだけど、男性が女性のトイレを入って お掃除してると、問題になるんですって。そう。おかしいでしょそう、そこにおかしいと思わない人は、そう、そこにおかしいと思わない人は、LGBT 法案もおかしいとは思わないよ。そう、おかしいんだよ。そこ、だって男女の差別なの。うん。女性は男性の、トイレに行って、お掃除しても何も言わない。私もいろいろ経験ありますよ。おトイレしたら、男の子の、男の子の、トイレで、ね、おトイレしてたら、おばちゃんが入ってきて、そう、お掃除させてもらいますね、なんか言って、して行ったりとか。そう。おばちゃん、年齢関係ない。女性はみんな女性。そう、女性が男性のところに入ってきて、お掃除するって、全然普通じゃないから。いや、ほんと勘弁してやめてよっていうふうな、思ってる男性もいっぱいいるかもしれない。まあそうじゃなくて、いや、ありがとうねって思ってる人が、まあ一般的だと思うんだけど、まあ、こんな仕事させてごめんねって思ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、そう、逆にそれが女性だったらどうかって言ったら大問題だよ。もうほんとね、そこの会社炎上するんじゃないかってぐらい大問題になってしまう。まあそんなわけでね、女性は男性の、トイレに入って、掃除できるけど、女性は男性の、男性は女性のトイレに入ってお掃除できないから、まあおトイレの掃除があるっていうようなところでは、基本的に男性を雇わないっていうふうな、面接はしても雇わないっていうような空気が、掃除業界にはあります。はい。まあそういったものは多分いろんな業界であるんじゃないですかね。そう。なんだろう。今でこそいろんなところが機械化され、こう AI も入り、ロボットも入り、ものすごい力仕事を、必要とする、ね、仕事も、まあ減ってきたと思うんですよ。過去に比べれば。まあそういうところで、必ずしも男性の力強い力がなきゃいけないっていうこともないんですが、まあね、うん。まあ、それでも、力が必要。まあ、持続的なね、力が必要な、職業は、やっぱりね、女性が来たところで男性と同じ仕事量にはならないわけです。はい。それは仕方ないこと。当たり前で。うん。まあ、そういう職場で、まあ、女性が女性として頑張れるっていうポジションは、まあ、少ないですよね。うん、全くないってことはないと思うんです。うん。まあ、例えばね、私はね、現場仕事、まあ、工事現場とかで働いて、あんまり女性と一緒になったことないんですけども、うん。私のとともで、どこじょって言ったような気がするな。そう、どこじょに統一しようかな。土木女子。そう、どこじょのお姉さんがいて、友達がいてね、そう、まあ、仕事帰りにあったりすると、そう、いや、ほんとね、そこら辺のおっちゃんと同じぐらいね、まあ、酸っぱい匂いがするわけよ。そういう時に、この子は可愛いなと思うんだよ。この子は可愛いなと思うんだよ。というのは、まあ、まあ、必死に頑張って働いてきたっていうのを感じるじゃないですか。そう、酸っぱい匂いって、まあ、臭いよとか思うけどさ。そう、お前の女子力どこに捨ててきたとか思うけど、でもまあ、ねえ、頑張って働いてきたんだなっていう感じを感じるから、別に、言わないしね、気にしないようにしてるけども、まあ、気にする人も言う人もいるかもしれないね。それはあんまりにもかわいそうだと思ってる。そう。まあ、それで、まあ、どこじょの彼女が、まあ、仕事上、困ることはあるんじゃないのって、まあ、聞いたことは男性と同じ仕事っていうわけにはいかないでしょって言うと、まあ、もちろん力ではね、男性と全く同じようには仕事できないよ。そう。でも、それは男性の中でもそうで、
例えばね、30キロのものを、持ち上げて移動するって言っても、30キロを簡単に片手でやる人もいれば、両手でなければできない人もいるわけよ。そう、男性でもね。そう。でも、男性でも、その力の強弱関係なしに、もう、もう男だっていうだけで一括りでやらされるわけ。うん。そういう意味では、もう男性の中に、でも、ね、仕事できるできない。そこの工事現場の場合、まあ、まあ、30キロっていう重りを、イメージしてるけど、そう、その、体力あるなしでも、まあ、差別はあるわけよ。そう。だからまあね、職場で、どこ所のね、女の子が、まあ、どんなことしてるのっていうと、事務所の管理とか、事務所の掃除とか、対外的なところの、仲介だとか、図面とか、設計とかっていうふうに言ってたんだけど、そう。やっぱね、男性と女性では、まあ、ほんともう身体的にも能力的にも、もう全然別の生き物なわけじゃん。そう。だからね、男性と女性がそもそも同じ現場で同じ仕事をするっていうのは、まあもうちょっとね、もう生物学的にというか、ナンセンスというか、ちょっと君たち頭おかしいんじゃないのっていうふうに、正直思うよ。でも、今まで女性がいなかった職場に女性が一人いることで、女性にしかできない仕事ってやっぱりいっぱいあると思うんだ。そう。そういう仕事の中に、女性がどんどん今入り込んでるっていうのも、すごくいいことだと思うの。そう。だからって、そう、今まで、男性がね、男性が、まあ、ね、頑張ってやってたところに女性が入ってきたことで、より円滑になってるにもかかわらず、男性と同じ仕事ができないからってことで、給料が安いとか、待遇が悪いとか、そういうことが、まあ、いっぱい起こってるよ。それはもう大問題だと思わない？うん。そう。まあ、もちろんね、考え方も違うし、働き方も違うし、そう。すべてが違うから、なんて言うんだろうな。なんだろうな。男性と女性を平等に、査定するっていうのは本当に難しいと思うの。うん。本当に難しいと思うんだけど、そう。なんだろう。そこは、平等ではなくて、仕事に対する正確な査定っていう基準が、まだこの日本でも確立されてないんじゃないかなとか思ってる。うん。まあもちろんしっかり確立されてる現場もあるんでしょうけどね。そう。うん。あ、そういうふうな、そういう問題が、あるのに、そう、女性、男性、もういろんな女性と男性っていうだけでも差別がある。年齢でも差別がある。そう。まあ減ってきたと思うけどね。そう。私なんかさ、なんだろう、マックとかでおばあちゃんが働いてると、ほんとね、嬉しくなるんだよね。若い子のね、笑顔なんかどうでもいいよ。おばあちゃんの笑顔の方が全然マックだったら嬉しい。うん。そう。サービス業でほんとね、年齢を感じさせないようなさ、このユニフォームは、いかにも20代のキャピキャピの女の子が着たら可愛いな、みたいなユニフォームを、70、80のおばあちゃんが来て仕事してるのを見ると、いやー、ほんとなんかね、いやー、いい国だなーとか思いながら見てるんだ。そう。まあ、その年でも働かなきゃいけないっていうことが、まあ、問題っちゃ問題かもしれないけども、そう、いいんじゃないかな。そう、何もしないでぼーっと、生きてる方がたくさんいる方が、ね、そう、もう、リタイア、俺たちも頑張ったから、もうリタイアでいいや、みたいな感じで、毎日ね、私が今、土手の上にいるんだけど、土手をうろうろしながら、散歩してるおばちゃんたちもいっぱいいますけど、まあ、それはそれで幸せなんだかもしれないけど、なんかね、ほんと、ただ生きてる。ただ生きてるだけの人たちは、まあ、どうなのって、まあね、こっから先は違う、勢いついて喋っちゃうと、またあっという間にバシューの嵐になってしまうんで、喋らませんけど、うん。なんだろう。自分、ある程度の年齢に達したならば、自分が生きてるっていう意味合いをしっかり自覚して、そう、その意味、生きてる意味合いに対して何かしら社会のために貢献するような、
ことをしてほしいよね。そう。私はさ、今、まあ、アラフォー後半なんだけど、アラフォー後半なんだけど、そう思うよ。まあ、少なくても、アラフォー、そう、40過ぎたら、自分がさ、生きてるっていうことに対して、それから先、社会のために何ができるかっていうことをしっかり考えた上で、できることを少しずつでもやっていけるような生き方をみんなしてほしいと思ってるよ。うん。じゃあお前できてるのかって言ったら、できてるかって言われたら、どうなんだろうね。いや、YouTuber だってその一つだと思うよ。そう。YouTube でね、まあ、いろんな方いらっしゃるんで、全部否定できるわけでもないけど、まあお金を稼ぐために YouTube してるって人ももちろんいっぱいいるよ。うん。そう、いっぱいいる。それも否定できない。だって生きるためだもん。でも、視聴者に対してしっかり、何かしらのメッセージとか、影響を与えることができるから、視聴者がついてくるわけよ。そう。聞いてる人たちは何かしら求めて、そこにクリックしてアクセスしてるわけよ。そう。ってことは、その人を支持してる人が、まあね、もちろん人数にもよると思うんだけど、うん。いっぱいいるところはね、やっぱりさ、その人たちに何かしらの影響を与えることができる仕事をしてるわけよ。そう。そういう意味で YouTube ってすごく、面白いものだなと、私は思ってる。うん。でね。うん。じゃあね、まあ、他にいろんなやり方あるよ。例えばね、私が毎朝、仕事来るとき歩きながら、わけありだいと喋ってるけど、夏っていうか、まあ、これくらいの時期になると、毎日ゴミ拾いながら、ウォーキングしてるおじちゃんがいるんだよ。あれもすごいなと思うんだ。毎日だよ。雨降ってる日はしてないけど。そう。まあ、私は仕事だからね、雨降ってる日でも歩いていくけど、まあ、そのお父ちゃんは、雨降ってる日はやってないけど、まあ、毎日ゴミ拾いながらウォーキングしてると、あれはすごいなと思うんだよね。そう。で、まあ、街中行けば、やっぱりね、ゴミ拾いながら、ゴミを拾うボランティアしてる方もいっぱいいらっしゃるし、そう。まあ、いろんなことをされてる方いっぱいいらっしゃるよね。そう。それが、まあ、どんな活動でも、まあ、例えばね、他人に理解されないものだっていっぱいあるよ。そう。で、常に、自分にメリットがあるかどうかしか考えない生きてる人たちは、メリットがあるかどうかしてでしか判断しないから、メリットがあろうかなかろうが、そこに意味と価値を感じて行動してる人たちの行動を理解できない人がたくさんいる。そう。それは本当に情けないというか恥ずかしい。そう。自分とは違う生き方をしてて、自分とは違うものに対して熱中、もしくはそこに、意味を感じて行動してる人たちを、バッシングするなんて、ほんと恥ずかしい行動よ。そう。まあ、それがね、インターネットを通して簡単にできるようになってるのが、まあ、世界中、日本だけじゃなくて世界中の、現状だから、まあね、私がインターネットの SNS のコメント大嫌いっていうのは、まあ、そんなところにあるよね。そう。うん。その人にリスペクトした発言ができない人たちが本当にいっぱいいる。そして、ネットだと言葉が足りなすぎる。そう。日本は特に主語がなくても会話できる言葉よ。そう、主語がなくても会話できる言葉。だから、その前後の文章がしっかりあるのならば、その人が意図していることをわかるよ。でも、本当会話と同じように、その部分だけしか切り取らなかったら、何言ってるかわかんない言語であるのよ。そう。それはね、本当単純に語学力がないんだと思うよね。だから、私ね、思うよ。SNS でコメントする人たちの、ね、なんかね、ほんと語学力がなさすぎて、もうほんとお前が喋ってる言葉はただの武器でしかないよというか、ほんと、ミサイルでしかないよみたいな人たちいっぱいいる。ほんとね、そういう人たちのコメントに付き合うのは、ほんと私はほんともう勘弁。そう、もう、しばらくコメントを、拒否してから結構経つんだけど、ね、コメント拒否したつもりなんだけど、コメント入ってくるってことは拒否になってないんだよね。そう。まあ、そんなわけですね。今日は LGBT 法案の話をしたいと思ってたんだけど、まあ、ちょっとずれてきました。まあ、LGBT 法案の話に戻るんですが、何度も言ってるように、私は、LGBTQ の Q クイアです。はい。別にトランスジェンダーって言ってもいいと思うんだけど、まあ、なんだろうな、トランスジェンダーって言葉を正しく知ってる人
があまりいないっていう印象なのよ、私は。そう。トランスジェンダーって言葉には、なんかね、ちょっとね、エッチなニュアンスを感じてしまうんだよ、私はね。そう。うん。だからね、なんか、トランスジェンダーって言葉が、なんかあまり好きじゃないんだ。そう。うん。まあ別に、エッチな言葉じゃないね、トランスジェンダーがエッチな言葉じゃないし、私がそう思ってるだけかもしれないけど、トランスジェンダーって言葉が私にとってはなんかちょっとね、エッチなニュアンスを感じるような言葉なので、まあ私はね、あんまり使いたくないな。正直なところ。で、私自身は、自分の性がどうのこうの関係なしに、自分が、ね、自分が生きてるっていうことに対して、これから先生きる人たちに何を与える、何をすることができるかってことは大事なテーマだから、そう、それを考えると、私がトランスジェンダーかクイアだか全然関係なくて、何でもいいやっていうところは、まあ正直なところよね。そう、ただ、私自身の性の認識は、まあこれも何回も言ってるけど、性の認識、性の自認識だね。自認識は、極端に男っぽい女の子よ。まあ分かりづらいよね。そう。自分の性、私の性の認識は女の子。そう。でも、女の子だけども、すごい男の子っぽい女の子もいるじゃない。まあそんな感じ。身体的には全然いじってないから、まあ男の子だし。うん。そう、セックスに関しては、まあ、ぶっちゃけね、私は女の子とセックスするの嫌い。そう。あんなめんどくさい生き物とセックスするぐらいだったらしたくない。まあね、いろんな付き合いの中で、まあ、結果的に、女の子とエッチしたことがないわけじゃないけど、まあ、私はね、そう。よ、なんだろうね、もうね、ほんと男の子たち本能だと思うんだけど、まあ、女の子を見てエッチしたいと思う？本能は本当、あ、この人たちオスなんだなって思うよ、本当。私は女の子とエッチするのは本当、苦痛。大嫌い。そう。うん。なので、誘われても、もうしたくないな。そう。お金取られたらするかもしれない。もうボランティアだと思って。そう。うん。うん。だって、何倍も男の子の方が優しいもん。うん。優しいし、すごい気使ってくれる。うん。そう。気使ってくれるし、私も気使ってあげたいと思うし。うん。そう、本当に。まあ、そこは掘り下げないとこう。ふんで、性の自認識、セックス。まあ、容姿、見た目はね、そう、女の子に合わせたいって思ってはいるんだけど、だからって、なんかの動画で見たけど、動画で見たし、まあ、身近もそうなんだけど、本当隣近所っていうか、まあ、コンビニ行くだけでメイクするとか、そう、毎日仕事行くときは必ずメイクするとか、メイクが必要なの、その仕事にあなたのメイクは必要なのっていうぐらい、当たり前のようにメイクをするっていう感覚は私にはないかな。うん。だってメイクって、ものすごく肌にすごくマイナス影響あるじゃない。そう。言ってしまえば、泥を塗ってるようなもんだから。うん。だから、スキンケアに時間とお金をかけることはあっても、まあ、メイクは本当、自分のテンションを保つためにするようなもので、私はね、だから、まあ、メイクして外に出たいっていう時と、メイクなんかしたくないっていう時があって、まあ、それは、自分の気持ちの中で、いつでも適当に切り替えてる。うん。適当にね。うん。だって、メイクして、バッチリメイクして、おしゃれして、外に行きたいって暇あれば、もうね、ほんともう部屋着のまま、だらーっとコンビニ行って、漫画本立ち読みして帰ってきたいって暇あるわけ。そう。だから、メイクしなきゃ外出れない。そう、メイクしなきゃ素顔見せられないっていうのは、ほんと私は、理解できない。だからしない。うん。そういった私のスタンスなんだけど、そう、スタンスなんだけど、まあ、それはね、人それぞれだから、別に、他人がどうのこうのはよく、どうでもいいわね。まあ、そんなわけで、LGBT 法案、私は、そんな法案に時間をかけるんだったら他にやることいっぱいあるでしょって。そもそも男性、女性以外に、いろんな差別が世の中にあって、その差別があるのが当然な社会であることは間違いない。そう。よそに来るの国に比べれば、日本の中では差別、日本はね、差別は少ないかもしれない。そう、少ないかもしれないけど、差別があるのは事実。
そう。で、まあ、差別って、まあ、例えば、マウントを取る人って、もう、マウントを取ってる段階で差別だからね。マウントを取るって感覚自体差別だからね。そう。で、もう、私だって、会話の中でマウントを取ってしまう、取ってしまいたいと思って、喋っちゃう時もあるよ。ある。うん。それは、自分と他人を差別化する上で、差別っていうのは、自分と他人は違うんだっていうことを、自分で認識したい、自分でそこを表現するときに、の手段としてマウントっていうのは、まあ、あると思うんだよ。で、差別自体が、なんて言うんだろうな、社会生活をする上で、人間が本能の中で持ってる一つの、なんか防衛本能ではないかって私は思ってるのね。そう。だから、他人とは違う自分を自覚するため、で、他人とは違う自分を演出するため。そう、そういう意味合いで、差別ってのは、まあ、なくならないよ。うん。で、LGBT 法案？そう。まあ、私内容までははっきり分かってないけど、LGBT 法案ができたところで、当時の本人たちが、私が、じゃあ、例えば、私が登録しました、LGBT の、じゃあ、トランスジェンダーの、っていうふうに、まあ、登録しました。そう。じゃあ、何が変わるのったら、何も変わんないわけよ。変わる？うん。じゃあ、私が、すっぴんで、ほんと、寝ておきました、みたいな、ひたすらまで、私ね、脱毛もしないから、まあ、ひがぼっと生えてます。そんな段階、状態で、女子のさ、トイレに行ったりしたら、まあ、大問題だよ、きっと。うん。で、私が、いくら、トランスジェンダーです。そう、私の心は女ですって言ったって、私が体いじってない私がね、このままの女性の風呂入ったら、大問題だよ。もちろんね、気にしないっていう人もいると思うんだ。そう、いや、私の友達もいるよ。そう、誠がそんなに思ってるほど別にね、誠がね、トイレ来たって、あ、そういう人なんだっていうふうにみんな思うと思うよっていう人もいるよ。逆にそうじゃない人もいるのも事実なのよ。うん。そう。で、じゃあ、自分でそう言ってるからって、ね。自分でそう言ってるからって、あなたが必ず、トランスジェンダーなんですかっていう証明とかもないわけ。そう。だから、単純に女装するのが好きって人もいる。そう。自分は男だし、女が好きだけども、女の格好をするのが好きなのっていう人もいるわけ。うん。それとトランスジェンダーは全然違うわけよ。そう。でも、人から見たら女装してる人と、女装が趣味の人、うん、と、トランスジェンダーの人とは全然見分けがつかない。そう。うん。そう。となったらさ、じゃあ、じゃあ、女装してる人が、女装してる人が、女性のトイレに入りました。トランスジェンダーの人が、女性のトイレに入りました。そう。で、女装してる人の方が、まあ見た目は女性らしい。トランスジェンダーの人は、どっちかと見た目はボーイッシュみたいな。そう。それどっちがどうなのって言われたら、まあ誰も判断つかないわけよ。そう。だからまあトランスジェンダーの人が、まあ自分で私はトランスジェンダーですっていうふうに、もう看板掲げて、歩かない限りは、まあ、普通の人には判断つかないわけよ。そう。それくらい微妙なものだから、そこに、そこに何かしら基準をわざわざ、法律で定めるなんて不可能。無理。うん、できないよ。そう。そうしたときに、その中間、わかんないところを狙った性犯罪っていうのはあり得ると思うよ。そう。うん。例えば、女装してね、女性専用の、電車に乗りました。で、そこで痴漢働きましたなんてことが起こるかもしんないじゃない。そう。でも、その人は女装してるのかトランスジェンダーなのか普通の人は見分けつかない。そう。そうしたら、バッシングされるのは女装してる人じゃなくてトランスジェンダー全体もバッシングされる。それってまた新しい差別じゃない。うん。そんな、新しい差別が生まれるかもしれないような法案の可能性があるよ。LGBTQ。じゃなくて LGBT 法案は。それは、レズビアに対しても、ゲイに対しても。そう。で、バイセクシャルに対しても、トランスジェンダーに対しても。うん。で、新しい、新しい、別基準の、差別が生まれる可能性があるような法案をわざわざ作る必要はないよ。それだったらね、本当に性差別によって苦しんでる人、
普通の男性として生きて苦しんでる人、女性として生きて苦しんでる人、そう、男性として同じ一つの男性って中に区切りに入れられるばっかしに仕事で、できない仕事を無理やりやらされてる人とか、そういう人たちって、男と女っていう分類二つの中でもいっぱいいろんな差別があるわけ。そう。で、女性っていう中でも、女性っていう中でも差別はいっぱいある。そう。ほんとマウントの取り合いだ。ほんと女の世界はマウントの取り合いでさ。ほんとね。うん。なんだろう。ほんと。なんだろう。くだらない。そう。くだらないというか、こいつ。ほんとね、世の中メスベタっていう言葉があるけど、そう思うこといっぱいあるよ。うん。そう。他人を、他人をまるっと認めるふりをするのは上手。女性はね、他人をみんなまとめてるようなふりをするのは上手だけど、ほんとね、本音と建前が全然違う人いっぱいいるからね。そう。ほんとに。うん。ただ、合わせるのが上手な生き物っていうのが、まあ、正直なところよ。そう。まあ、男性はそこまで器用にできないから、そう、合わせることが苦手な人の方が多い。だからまあ、女性、日本人でもね、女性はやっぱ合わせるの上手だし、男性は合わせるのが苦手。うん。そういう意味では、まあ女性の社会は、本当、大変よね。生きづらい。だから私もトランスジェンダーじゃなくて、まあ、クリアだけど、まあ、女性の世界の中でどっぷり行きたいとは思わない。そう。うん。私は私の自分の性を生きてるっていうのが、まあ正直なところ。まあそういうわけで LGBTQ 法案、私はそんなことやるんだったら、そう、女性が女性として働いてる中である差別とか、うん、男性の中に無理やり飛び込んでいったことで、しっかり評価されてない女性に対する評価を正当な評価にするための、法案とか、そこがしっかりできてね、まだ本当まだ、ね、まだ、そこをね、しっかりしていくにはまだまだすごい時間かかるわけど、そこをないがしろにして LGBT 法案なんて、まあ、バカじゃないのって。うん。そんなのね、ほっとけば自然に社会の中馴染んでいくよと思うよ。私はね。そう。だって社会全体が、社会全体の中でその性のね、今まではっきり言えなかった人たちが、まあ、いろんな形で自分を表現できる時代になったんだから、時代とともに普通に社会の中に馴染んでいくっていう風なのを、まだまだ日本は待ってていても、わざわざ世界に合わせる必要はない。そう。うん。わざわざ世界に合わせて世界基準にする必要はない。それをただ単に政治利用してるっていうにしか見えない。うん。目玉法案がない。わかりやすい、誰にとってもわかりやすい法案がないから、わかりやすい法案を世界基準に合わせて持ってきたっていうだけにしか見えない。そう。だからまあ、LGBT 法案はぶっちゃけ政治家の怠慢だと思ってる。うん。そんなわけで、私はなんか今日は LGBT 法案についてお話したかったので、勢いよく50分ぐらい喋ってますね。そんなわけで、M キャスト。まあ今はね、3時ぐらいなんだけど、ちょっとここで歌ってから、声出してから、まあ帰ろうかなと思っています。まあ外は真っ黒なんだけどね、まあ月も出てないし、暗がりだし、ここは土手の川べり側なんで、まあ多少声出してもね、あんまり近所迷惑にはならないことでしょうと祈って、まこねえでした。バイバイ。